日本に本当に1時間2時間ぐらい前に着いたんですけど、まあ、それで携帯をつけたらだから友達から引退会見かっていうのが来たんでちょっといやそういうことじゃないんだっていうふうなあれなんですけど、まあ、今回日本でこうして自分の契約延長の、記者会見をできることを本当に嬉しく思います。まあ、これでアイントラフトフランクフルトには10シーズン目ということになるんですけど、まあ、そして契約来年は1月には僕も40歳になるんで、まあ、本当にマルクスが言ってくれたように、まあ、契約、まあ、サッカーをプレーするかどうかというのを自分で判断できるという、その選択枠を与えてくれたクラブ、まあ、それに本当に感謝してますし、まあ、アイントラフトフランクフルトで本当に多くの、ことをこれまで勝ち取ってきましたね。カップ戦優勝であったりヨーロッパリーグ優勝で、まあ、今シーズンはチャンピオンズリーグに出て、ベスト16にも行きましたし、まあ、ただいい時だけじゃなくて、まあ、入れ替え戦2016年には入れ替え戦、降格の危機にも、降格の危機も経験しましたし、まあ、いい時だけじゃなくて、良くない時も、本当にアイントラフトでさまざまなことを経験してきて、まあ、本当に、自分の人生の、一部大きな、ものになっています。そして、来シーズンも、もちろんまだ1年プレーできるわけですけど、まあ、今シーズンもまだ自分たちには大きな目標があるので、まあ、そこをしっかりと、目指してやっていきたいなと思ってます。そしてもう一つマルクスも言ってくださったように、日本で、アイントラフトが、アカデミーを、この4月からスタートします。まあ、僕自身も今回の契約で選手としての契約は1年なんですけど、まあ、それ選手を終わった後に2028年までのまあ、アンシュルスキフェアトラックなんで、なんて言えばいいんですかね、引退後の契約と言えばいいのかな、それを2028年まで今回結んでいるので、まあ、そういう意味でも日本とアイントラフトの駆け足になれればいいなとも思ってますし、長い、これからも長い目で、アイントラフトとはいい関係でやっていきたいなと、思っています。はい。でまあ、去年もね、その前の年も、もう今年で、現役は最後の年になると思うっていうのは言ってて、まあ、去年も、ちょうど、まあ、99% 引退、まあ、今年で引退するだろうっていうふうな話をしてたんですけど、まあ、それが、まあ、今は 99.9% ぐらいに上がったかなと思ってるんですけど、まあ、本当に現役である今を楽しんで、引き続きサッカーを楽しんでやっていきたいなと思っています。まあ、ただ今シーズンは本当に、もう十何年ぶりにチャンピオンズリーグに個人的にも出れましたし、まあ、残念ながらこの間ナポリにはね、負けてベスト16で敗退してしまったんですけど、まあ、でも、まあ、この年になってもね、そういう舞台で、いい経験ができていることっていうのは、まあ、僕自身にとってサッカー選手としてまだまだこう成長できる部分を感じさせてくれますし、まあ、そしてやっぱりナポリに敗れたそのベスト16の2試合で実際僕試合に出られなかったので、その出られなかったっていうところで個人的には来シーズンまたそこの舞台に立ちたいなっていう気持ちもすごく強いですし、まあ、そのために今シーズン大きな結果を取りたいっていう思いがよりナポリに負けて強くなりましたね。はい、やはり一番はもう本当にプレーすることが楽しいですね。やはりその20代前後の選手たちと、まあ、実際ポジション争いもするし、まあ、チームとしてはやっぱり若い選手をどんどん成長させて出てきてほしいという部分ももちろん僕自身もあるんですけど、まあ、そこで競争する楽しさっていうのを日々感じてますし、やっぱりそのサッカーの楽しさっていうものがなくなったらもうすぐに、スパイクは脱ぐと思うんですよね。なので、まあ、本当に個人的には楽しさ、そしてよりもっと
成長したい、上手くなりたいっていうそういう気持ち、それが全てだと思ってますね。Als allererstes Konnichiwa. Ja, erstmal möchte ich mich natürlich bedanken, dass Sie heute alle so zahlreich erschienen sind. Dann möchte ich mich natürlich ganz herzlich auch bei Makoto Hasebe bedanken und seinem Beraterteam, allen voran Luis Wakatski, dass wir heute hier sein dürfen. Ja, es ist ein besonderer Moment für uns alle. Wir können und wir freuen uns natürlich heute sehr, dass wir heute die Vertragsverlängerung von Makoto Hasebe hier in Japan verkünden können. Für uns als Club ist das natürlich eine ganz, ganz große Geschichte, weil Makoto über die letzten Jahre einen großen Anteil an unserem Erfolg hatte und wir sehr, sehr glücklich sind, dass er jetzt bei uns noch ein weiteres Jahr bis 2024 verlängert hat. はい、皆さんこんにちは。本日は皆さんお忙しい中お集まりいただきありがとうございます。でですね、あと本日ですね、まず皆さんお集まりいただいた、皆様にはじめ、あと長谷部選手、あとそちらの、若月先生はじめ皆さんに厚くお礼申し上げます。で本日はですね、本当に非常に貴重な特別な、時間でございまして、喜んで長谷部選手との、契約の延長をまず発表させていただければと思います。クラブとしては本当にそれは大きな、ことであり、これからさらに1年20244年までに一緒に仕事ができるという嬉しい報告でございます。Ja, was zeichnet Makoto Hasebe aus? Ich glaube, dass Makoto absolut eine hohe Professionalität hat, eine hohe Disziplin. Deswegen schafft er es auch immer mit seiner Erfahrung und auch in seinem hohen Alter auch noch wirklich hohe Leistungsfähigkeit zu erreichen. Und gleichzeitig ist Makoto Hasebe auch jemand, der über den Tellerrand hinausschaut, der ja hier auch eine Fußballschule hat in Japan und wo wir jetzt auch gemeinsam verkünden können, dass wir praktisch jetzt ab April die Eintracht Frankfurt Akademie zusammen hier in Japan starten, wo wir gemeinsam Talente entwickeln wollen, wo wir gemeinsam auch die Zukunft für Eintracht Frankfurt und auch Eintracht Frankfurt bekannt machen wollen, was die Jugendarbeit angeht, zusammen mit Makoto Hasebe hier in Japan. Und deswegen freut uns natürlich auch, dass wir auf der einen Seite ihn als Spieler behalten, auf der anderen Seite aber auch mit ihm zusammen die Zukunft gestalten können.はい、長谷部選手の特徴なんですけど、まず非常にプロ意識の高い選手であって、非常にディシプリンを律している、自分自身を律している選手でございます。でその中でこういった年齢であるにもかかわらず、非常に高いパフォーマンスが発揮できる選手でございます。でさらにそれだけでなくて、非常に視野が広くいろんなその活動を通して、例えばサッカーのサッカースクールだったりとか、さらにこれから自身のアカデミーをやってたりとかいうことが挙げられます。でこれからですね、7月からアイントラフトフランクフルトのですね、サッカーアカデミーというのをこれからスタートさせていくというところに今現在至っております。でそこを通してですね、非常にその日本にいる才能を持っているサッカー選手をこれから育成していきて、でそれによってアイントラフトフランクフルト自体のそのプレゼンスを、この日本においてもさらに発展させていくということを目的としております。でなのでこれから未来に向けて、もちろん選手としてもそうですけど、それ以外の分野においてもこの未来一緒に働けることをこれから期待しております。 Von mir aus bis 2040, das muss letztendlich Makoto selber entscheiden. Wie gesagt, es ist für uns als Club und vor allen Dingen auch gerade für mich, da maßen wir uns nicht an, Makoto Hasebe zu sagen, er muss aufhören. Das ist seine Entscheidung, er ist ein großer Spieler, er ist ein großer Mensch und er kann selber entscheiden, wie lange er Fußball spielt, solange er sich fit fühlt und solange er möchte.個人的なことを言うと、2040年ぐらいまでプレーしていただきたいんですけど、先ほど申し上げたように本当にご自身で判断していただきたいというふうに考えております。プレイヤーとしては非常に大きな方でして、人間としても非常に大きな方なので、それをご自身でちゃんと判断して、自分がプレーしたい時までプレーしてことができる、それをちゃんと判断できるというふうに考えておりまして、そのようにしております。いや、もう将来像は全く自分で描けないですね。今は本当に現役でサッカーやってることが、本当にこれに変わるものがないっていうのはもう本当に日々感じているので、サッカーをやっていて、なので、今はこのサッカー選手というものに集中したいんですけど、もちろんサッカーやめた後に指導者であったり、
例えばこうマルクスのような、まあ、そっちの、方であったりとかね、まあ、いろんな選択枠はあると思うんですけど、まあそこはいつも考えたりはするんですけど、最終的な答えは全然出なくて、なんでいつも、まずは今の現役を全うしようっていうところに落ち着きますね、はい、今回その契約を、まあ、契約をというか、まあ、あの来シーズンも、プレーをしたいっていうふうに思った、ことのその一つとして、そのナポリとの試合で、まあ、2試合ともピッチに立てなかった、まあ、その中で、チームが敗れてしまったというところで、やっぱりあの二重の悔しさはやっぱりありました、ね、でそこでやっぱりその悔しさを自分が感じたことに喜びを感じて、あまだやっぱりここで、自分はもっとこうこの舞台に立ちたいんだ、もっと上手くなりたいんだ、もっとこのチームで、なんだろう、大きなことを成し遂げたいんだっていうふうなことを改めて思った。でそこは一つ大きなことではありましたね。まあ、もちろんそれまでにも自分のこれまでの今シーズンのプレーの中で、まだやっぱりチームにとって自分は助けになる、まあ、それが毎試合じゃなくても、そういう部分はあるなっていうのはやっぱり感じてたし、で、まあ、先ほども言ったように一番はやっぱりサッカーをすることの楽しさですよね、まあ、競争であったりもそういうものも全部そうなんですけど、やっぱりそこが、まあ、今シーズンやってても消えることは全然なかった、逆にこうより増えてきてるというか、より強くなってきてるんで、そういう部分で総合的に決めましたけどね。でそのナポリの件に関してはその要因の一つですね、はい、まあ、今実際僕が持ってるライセンスというのが、B プラスっていうもので、まあ、それはプレイヤーズパスウェイといって、現役選手だったり、まあ、少しこう、現役を上がったばかりの選手たちの、そのちょっとこうなんて言ったらいいのかな、まあ、スペシャルコースというか、まあ、そういうので昨年取らせていただいて、で今現状はその B プラスは持ってるんですけど、まあ、そこからまあ、A を取るのには、いわゆるなんとかな、まあ、ポイントを、稼がなきゃいけないというか、まあ、だからユースであったり、まあ、そういうところに行ってトレーニングをしたりしなきゃいけないので、まあ、それが実際今シーズンは、まあ、チャンピオンズリーグあったり、まあ、試合数も多かったんで、もう全くそこにはまだ行けてない状態ですね、まあ、なんで本当に今は選手にフォーカスしていて、でまあ、マルクスともいろいろ話をしてるんですけど、まあ、来シーズンなんかまあ少しこうそういうのも始められたらいいなとは思ってますけど、まあ、でもその辺は全てまだまだオープンな状態ですね、はい、はい、そうですね、僕も契約書を見て初めて気づいたんですけど、契約書を送られてきてサインするときに見たら2028年になってるって、まあ伸びて1年伸びてたので、まあ、現役が1年伸びたんで、その分そっちの契約も1年長くな していただいたんだと思います、はい、いや、まあ、本当に、まあ、サッカーの世界っていうのは本当に、もう目まぐるしく状況が変化する、まあ、そのスピードはすごい速いですね。なので僕自身も、まあ、クラブ側から3月ぐらいに決めてくれればいいよっていうふうにことを言っていただいてたんで、またその昨年の10月にチャンピオンズリーグの試合で怪我をして、で、まあ、怪我をしたときに少しこうやっぱり、考えましたね、やめようかなっていうのはちょっと今シーズンでとかっていうのは考えたんですよね。でも、まあ、そこからやっぱり、怪我から治ってプレーして、で、あ、自分がまだサッカーを楽しんでるっていう、まあ、そしてまたやりたいっていう気持ちがこう出てきてっていう、なんかそういう、部分があるので、本当にこう最終的に決めたのは、まあ、結構つい最近、まあ、家族会議してまあ、娘がちょっと前に、まあ、いわゆるアインラフキンドって言って、なんていうんですか、エスコートキッズっていうんですかね、ピッチに入るときに一緒に手をつないで歩くのをすごいずっとやりたいって言ってて、でそれをやったんですね、まあ、そしたらすごい喜んでて、で、まあ、家族と話してたときに、いや、パパ、エスコートキッズやりたいから
サッカーやってみたいなまあそんなこともあり、まあ、それが別に決め手じゃないんですけど、まあ、でも、まあ、そういうあの家族の存在ももちろん大きいですし、まあ、ただ、そうですね、なんで、まあ、本当に最終的に決めたのは本当に結構最近なんですけど、まあ、でも、はい、まあ、そういう感じですね、はい、まあ、もちろん自分の役割っていうのはそのピッチの上だけでなく、まあ、自分の経験をそういう若い選手たちに伝えたりとか、まあ、チームにそういうものをこう与えるっていう部分はあると思うんですけど、でもやっぱ選手である以上やっぱり常にピッチに立つために、まあ、いわゆる競争というか、まあ、そこは、絶対に、まあ、なんだろうかな、なんだろう、まあ、譲れないというか、だからその試合に出たい、そこで競争に勝ちたいという思いがなければすぐサッカーやめると思いますし、まあ、そこはずっと持ち続けていたいなと、まあ、その中で、まあ、これから自分が今シーズン、まあ、そして来シーズンどういう選手になりたいかという部分で言えば、まあ、やっぱりチームの中でどれだけ、あのピッチの上でより重要な選手になれるかというところにフォーカスしていきたいなと、まあ、もちろんあのまあ、こういう年齢なんで常に試合に出れるとは思ってないですし、まあ、ただチームが例えばうまくいかなくなった時に自分が試合に出てでチームをこう良くする、まあ、それだけでもすごく価値のあることだと思うし、まあ、だからそういう部分で言えば一番やっぱりピッチの上で自分の価値を示したいなっていうのがありますね。